見える開花メルマが。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者からご質問いただきました。近くで、こう、事故がありましてですね、こう、非常にこう、痛た,たまれない思いをしていますと。で、そのところね、量子力学的に見たら、なんでそういう事故が起こってね、こう、早い若いうちにこう、亡くなってしまうとか、起こってしまうのかというところなんですけども、えー、そのところをね、じゃあどういうふうに捉えて、 で、その、そこにプラス私からのアドバイスなんですけども、この場をいかにこう浄化していくかというところのね、お話に入りたいと思います。では、画面の共有に入ります。自分とその場を浄化していくという形です。で、ご質問です。ご登録者、公式 LINE ご登録者の方から、愛さんからご質問です、えー。村間先生の書籍を拝見し、そこから量子力学に飲み込まれ、虜になりました。ありがとうございます。 で、動画もとても面白く勉強させていただいています。今まで私が悩んだこと、これはどうしてだということも、量子力学で納得することができました、えー。ありがとうございます。村間先生、教えてほしいことがあります。先日、私の住む近くの交差点でですね、まあ事故がありましたとで、えー。信号を無視し、きちんと前を見ていなかった運転手の事故で、まあ少年が、ね、亡くなってしまったということで、不良の事故とか寿命が量子力学からどのように考えられますかと。 親御さんの気持ちになると何々が出て、胸が苦しくなります。理不尽なことなどどうして、どうしても、なぜっていうふうに腹立たしくなってしまいますと教えていただければというところでね、本当にこういたたまれないことと思います。まず、事故なんでこう早くになくなってしまうかというところなんですが、本当にこう量子力学的にと言いましても、この、まあ、じゃあ私たちの意識、魂って何かというと、これはアルバート・ポップ博士がフォトンっていう光の素粒子ですよと。同じくアルバート・ポップ博士が ですね、この私たちがお亡くなりになるときに、私たちの肉体、物質を作っている、えー肉体ですねあ、体を作ってる物質ですね、えー、水素とか酸素とかの中に、フォトンという意識が入っているんですけど、そこが抜けますよと、体からフォトンが抜けますよというのをこうなくなると言うんですけども、でこのな体の方はいつか滅びますよと。 でもこの意識の方はもうずっと電磁波として存在しています。じゃあなんでこうね、早くに亡くなるとか、ずっと長生きしていられるかとかいうところは、本当にこう、そこのところは私もわからないですし、量子力学でわかるのかっていうのも、それもね、この量子力学っていうのは仕組みを説明しているので,で、そこを人々がどう解釈するか、私が村松がどう解釈するかっていう解釈になってしまいます。で、私なりの解釈は、本当にこう、生きてる期間が、 このね、30年かもしれない。8年かもしれない。 100年かもしれない。その期間の最中に、いかにこう、自分自身の周波数、フォトン振動数を高めていくのかというふうに感じています。で、別に高めなくてもあのいいんですが、高めないと高めない状態での引き寄せを起こるので、えー、結構苦しいかなと思います。で、このね、いろんな事故とかを見て、で、すごい非常にね、こう、親御さんの気持ちになると悲しくなるとかね、腹立たしくなるといったところを通して、この愛さん自身が、 そのことをね、どういうふうに消化していけるか、よりきれいにできるかというふうにもね、えー、見ていただければと思います。で、こう、早いうちにね、事故とか、まあ、事件に巻き込まれて亡くなってしまうということに対して、亡くなられたお見た、ま意識に対して、私たちがかわいそうとかね、この、 本当に犯人が憎らしいとかって思う,思うともう思うんですよ。感情的に思いますが、この亡くなった方をかわいそうと思うと、お相手の魂にもかわいそうという周波数をずっとこう引き寄せ合うので、お相手の魂さんの本来のゼロポイントフィールド側に戻りにくくなってしまうと。なので、その方に対しての、お亡くなられた方に対しても、この冥福を祈るあなたはそもそもゼロポイントフィールド側ですよと。というふうに、この、 本来の光の周波数、えー、ゼロポイントフィールド側ですよというところを、えー、意識してあげることが、ある意味、お経を唱えてあげるとか、祈りでね、えー、輝かしいイメージをしてあげるとか。で、犯人に対しても、このね、えー、まあ、事故の場合、本人がボットかも、ボットかもしれないし、前を見てなかった、そこを通して、本人、ご本人の人生をより良くしていくと。 でまあ、ある意味、まあ、事件で、まあ、憎らしい思いで相手を殺してしまったと、じゃあ憎らしい思いを持ったその人の背景とか生い立ちとかどうだったんだろうで、その人の考え方次第で人生も変えられる、じゃあ愛さんご自身が私はそういう世界をどういうふうに変えていけるかなと、でえー、もし、ね、憎らしい、許さないという周波数を愛さんが発し続けると、地球に憎らしい、許さないフォトンを増やしてしまうので、そう感じますと。 感じた上で私は何ができますかと。よりその振動数を高めてから何ができますかというふうに行動していっていただければと思います。さらに、もう一つ追加で私からの皆さんに対してのアドバイスなんですけども、えー、まあ交通事故のね、現場でよく花束が置いてありますと。歩道、あの、歩道のところと車道の間に花束が置いてあるとか、交差点で花束が置いてあると。えー、そこを見ると、うわ、う、 え、みたいな、嫌だな、みたいな風に思ってしまう人が多いと思うんですが、そこの花束に対してね、この、あ、嫌だなって思ってしまうと、私たちがそこに、うわ、 嫌だなっていうフォトンを飛ばしてしまうので、そこにそういうフォトンを集めてしまうので、そのお花を見たときに、この安らかにお眠りくださいとか、このあなたのそもそもの本来の周波数ゼロポイントフィールド側ですよとか、光り輝かしいイメージ、太陽が眩しくこう輝いてるようなものをふっとこう見てあげる、その花束の場所に、この振動数が高い側、えー、ご冥福を祈る意味で、 その花束がふっとこう太陽で眩しく輝いているような光をね、えー、見てあげれば、そこの振動数が上がるというふうになっていきますので、えー、そういうところを見たらぜひ、そういう思いをスッとこう寄せてあげていっていただければと思います。そうやって気づいた私たちがいかにこう現象を 素敵な周波数で観測していくか、本質に眠り、眠る、えー、本来の周波数をこう響き出させていくかということをね、えー、やっていきたいと思います。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。